おはようございます。3倍ぐらい多いね、今日ね、びっくり。ねえ、ガメラさんも気をつけた方がいいね、今コメント欄にいたけど。ガメラさんもなかなかしぶといね。で、結構しぶとい、ね。だって、ね、クラウスさんなんて若いじゃん、まだね。ガメラさんは結構、歳でしょ？だから、いつ順番が回ってくるかわかんないよね、本当にね。ねえ、そんな若い人が突然ね、やっぱり突然死する時もあるし、ガメラさんみたいにね、ガンなのに、まだね、くたばってない人もいるし、本当にね、わかんないね、神様のいたずらっていうか。うちのカレピとかね、結構ね、電話とかでクラウチさんの話してたのよ。クラウチさんっていうね、ワードが結構出てて、配信の話になると。私は、そんなにね、そんなにコアなファンではなかったから、ふーんって話を聞いてたんだけど、なんかうちの彼氏にさ、LINE で送ったんだよ。あ、亡くなったんだよってさ。そしたら、すごいショックって言ってたね、うちの彼氏もね。話聞いてる？聞いてないよね。全然。本当に。この人たちって話聞かないよね、人の話ね。本当。聞いてんだったら無料ポイントとかあるじゃん。応援力が大事って。明日私が亡くなるかもしんないんだよ。今のうちにやってよ、そういうことね。ヨギママのツイート。なんかすごいね。めちゃくちゃ連投してんね、この人ね。9時間前ぐらいかな。つぶやきすぎじゃない？これかな？タワクで私の行き先木でさ、監視してる人やめてくれない。不愉快なんだけど、私の友達配信者の話をしたら、友達配信者が見てますとか、いちいち名前出さなくてよくないか、楽しく話聞いてんのに、勝手に匿名使ってコメントで変なこと吹き込むのやめてくれない。名誉毀損だが。ちょっと意味がわかんないですね。なんか句読点がないからね、この間がなんか見えにくいんだよね、文字がね。言いたいことの意味がわかんないし、なんつうのかな。なんか日本語じゃないんだよ。日本語なんだけど日本語じゃないみたいな。だからまとめると、自分が遊びに行ってる枠で私のことはあんまり言わないでよってことなんじゃないの？ヨギママ、ヨギママって。でもさ、の人もコメント打ってるじゃん。ね、少なからず名前は知れてる配信者でしょ？なんか目立つじゃん。別にそんなことをいちいち気にしなくても、だったらコメントしなきゃいいじゃんって話だよね。じゃあ私もね、普通にお忍びに行った枠でコメントをしたいとかすると、奈々ちゃん、奈々ちゃん、もんじょりもんじょりって言われるんだけど、それが嫌だなっていう時は潜ったりとかするんだよね。あ、もうコメント打つのやめようっつってさ。ねえ、なんかみんなにバレちゃうし、なんかコメント打ちづらいからちょっと潜ろうとかね。気になる時はね、そうしたらいいんじゃない？ なんかわかんないよね。その目立ちたがり屋なのか、なんか、陰キャなのかよくわかんない性格のヨギママってね、目立ちたがり屋の陰キャなんじゃない？ よくわかんないけど。コマイくんのとこに、あそこのね、コマイくんとヨギママは、なんか犬猿の仲っていうかさ、お互い嫌い合ってんだよ。なんか多分私が最近ね、めちゃくちゃ絡んでるからだよな。あと性格だよね。別に私は、コマイ君のことはね、嫌いでもないし、ね、ああやって配信でさ、ちょっとね、きつく言う時もあるけど、嫌いだったら家に入れないんだよね。そこを、なんつうの？
ヨギママとかさ、他のリスナーさん、私が本気で怒ってるみたいなね。ね、本当にコマイクのこと嫌いで早く返したいとかね、家にね、わざわざ押しかけて、ずうずうしくね、居座ってるみたいな感じに見えてると思うけどね。もう鼻から嫌いだったら家に入れないですよ、私はね。もう無理って断るしね。うん。じゃ、毎回ね、そういうのね、リスナーさんも来るの。奈々ちゃんをいじめてるとかさ。え？みたいな。あの、こまえってムカつくよねとか言って、奈々ちゃんをいじめて、なんか傷つけて、みたいなさ。え？みたいな。そこみたいなさ。いやって。あれはパフォーマンスだし、そういうもんだよ、ほんとさ。なんかもう、それを返すのもめんどくさくなっちゃった。なんかこの画面で見えてるもんね、演出だと思ってくれないとさ、こうやって一人で話してるときは、結構真面目に話してたりとかするけど、コラボのときとかね、結構台本とかさ、なんかそういう脚色みたいなのあるじゃん。盛り上げるためにね。そう。で、あと20年ぐらい経てば、モンジュリママとか言われんじゃない？リスナーさんに。ね、親父じゃなく、今おじさんとかね、きったねおじさんとか、コバエブリーダーとかさ、ゴリラとかいろんなあだ名あるけど、ね、20年後ぐらいはジョリママとか言われんじゃない？そうね、あと1年で40歳だから、どうしよう。もう本当に今の彼氏と結ばれるしかないよね。なんか言い方悪いけどね。嫌じゃないのよ。今の言い方は嫌みたいな言い方だけど、ね、最後に決めようって感じ。まあ相手側からすれば重いよね。そういうことばっか言われるとね。うん。すごいプレッシャーになるんじゃないあっちはな。結婚したら配信やめろ。どう思うみんな。ふざけてね、結婚式あげようとか配信で言うと、言うじゃん、私。いざ、じゃあね、彼氏と結ばれた時に、私は配信をやめると思う。さあ、どうでしょう。でも意外と飽き性だからパッとやめちゃうかもしれない。明日やめちゃうかもしれない。さっきの話の続きじゃないけど、明日やめたっつって急にやんなくなるかもしれない。結構飽き性なんだよね。もうなんか自分の中に満たされたらもういいやみたいなさ。でも配信自体は長続きしてんじゃないか。もう7年やってるし、毎日やってるし、今んとこ飽きてないよ。毎日毎日のようになんか面白くやってるから、飽きることはないよねって。配信やめたら何する？いや、今は考えてないけど、やっぱり夢の、ブロードウェイに出るか、ハリウッドに進出するかだよね。もしくは、配信をやめたとしたら。うん。自分の夢のね、女優という道に、やっぱり進むと思うんだよな。じゃ、ないわって言っても夢だから。みんなって夢であるじゃん。パン屋さんやりたいとか、警察官になりたいとかね。キャバ嬢になりたいとか。そんぐらいのレベルの夢なんだよ、私もね。昔から女優さんになりたい。ね、アーティストになりたい。漫画家とかね。絵描きさんになりたいってさ。あと、なんかいろいろあんで、音楽もやりたいっていうのもあったしね。あれね、夢は大きくだよ。ビッグドリーム。歌でもありますけど、夢っていうのは大きな夢を持ってた方がいいんですよ。そうすると、ね、目標に向かって頑張れるね。大きければ多い方、到達できない夢の方がいいんだ、逆に。頑張れるかも。ね、そんなちっちゃい夢だったら、もうすぐね、達成できちゃうかな。まあ、次の夢をね、掲げられるんだったらいいんですけど、めちゃくちゃ大きい夢の方がね、やりがいはあるよね。悔しいけど心に響いた。お前って最高のやつだな、だって。ありがとう、特命さん。何が響いたんだ？体重の振動かな？いや、めちゃくちゃね、順調なんですよ。もう3ヶ月突入したんでね。だからそろそろ指輪欲しいかな、みたいな。ね、ケンチ君。指輪？指輪をさ。
え、別に高い指輪じゃなくてもいい。なんかペアリングっていいじゃん。結構、おじさんでメルヘンチックっていうか、乙女だかな。結構ね、指輪とか好きなんすよ。普段はね、アクセサリーつけないんだけど、そういうペアリングとか結構つけんのよね。あ、そういえばホワイトデーのお返しもらってないよね。そうっすよね。その話忘れてたわね。私はバレンタイン手作りのチョコレートあげたけど、まあ別にいらないって言ったけどね。ちょっと期待してたけど、またその話になるのって感じ。いびきと暴言を直せ。いや、びっくりだよね。昨日ね、狛江くんの枠に出現してたんだけど、私配信中にね、寝ちゃって、いや、いびきだったら別にいいんだけど、すごい暴言を吐くんだって、私。寝てる間に。で、それはもういろんな人から今まで言われてたんだけど、実際ね、どんなことを言ってんのかとか私知らなかった。みんな気遣ってそれを言わなかったんだけど、普通に寝てる間に死ねとかね、うぜえとかね、結構人格が変わったように言うんだって、寝言で。死ねとかうぜえとか、なんか殺すぞみたいな感じで言うんだって。だからなんかね、エクソシストじゃないけど悪霊が取り付いてんじゃないかなみたいな。でもそんぐらい怖いって言うんだよ、みんなね。人相変わっちゃってね。だから日々のストレスがやっぱそういう睡眠の質に出てんじゃないの。本性とかじゃなくて、ねえ、優しい人だからこそなおさら、そういうとこでストレス発散したりとかしてんじゃない。普段言わないじゃん、そんな殺すぞとかさ、うぜえだね。暴言吐かないじゃん。我慢して我慢してるのが、そういうね、ね、ストレスとして、寝てる時に現れるんじゃないかな、みたいな。だから元彼とかもね、よく言ってた、奈々ちゃん怖いって。起きた時に言うの。え？って何が怖いの？って。いや、奈々ちゃんめっちゃ寝てる時怖いんだけどって言うんだよ。でも私は寝てるから覚えてないじゃん。え、何が？って言うと、ベッドの横にね、奈々ちゃんが座ってるんだよって。でも寝てんだよね、みたいな。え？みたいな。私寝てんの？って。ベッドの横で座ってて寝てんの？みたいな。で、奈々ちゃんに声かけてんのに、反応がないの。なんかブツ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 で奈々ちゃんなんか言ってんだけど、日本、なんつうの？な、言葉になってない言葉を喋ってるみたいにさ。もう怖くない？ ね、無遊病なのかなって。うちのお母さんも言うの、昔ね、あんたってね、普通に寝ながら歩いてたよって言うんだよ。えー、みたいな。どういうことって。いや、多分寝てると思うんだけど、話しかけても寝てんだよね、みたいな。普通に、だから歩き回っちゃうみたいなんで。外とかには出ないんだけど、なんか普通に家の中とか歩くんだってね、なんか。病院で見てくださいとか言って、何？ だから今度、うちにね、寝室にカメラつけて、ちょっとチェックしようかなって、こういうカメラ？ねえ。それね、なんか突然浮いたりとかすんじゃねえかなとか昨日話してたんだけどな。いきなりわーとか言い始めてさ、体が浮き始めてさ、ガタガタガタとかなって、白目向いてね、カサ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 とか言ってさ、階段をさ、ね、エビ反りでね、歩いたりとかね。ギャーで、ね、だから怖くない？自分が覚えてないこととかさ、知らないことって怖くない？なカメラ仕掛けるのもちょっとドキドキなんだよね。なんか変なことを言ってたりとかさ。怖いよね。なあちゃんのお金に何に使っちゃう？だってこの間スピーカーとかも買ったじゃん。で、あら、羨ましいんですか？私が。一回外に出ればね、何万円ってもらえるかな。また始まった？ね。
中途半端にコメントを流すんじゃないの。みんなもらってるし、私だけじゃないんですよ。他の配信者もね、お布施なんていただいてますよね。私だけがもらってるわけじゃない。ね、みんなが応援してるね、配信者だってもらってんすよ。ただ、うちはあれがないからね。なんつうの、振り込みみたいの。なんて言うんだっけ、そういうの。振り込み。直振りか。一回ね、100万円くれた人いるんだけどね、それは返した。あれは何年前かな ?5 年前、6年前かな。まだ閲覧が私が100人ぐらいの時に、100万円くれるっつってさ、リスナーさんがね、え、本当なのっつって煽って、私ね、本当に振り込めよっつって、本当に振り込んできたの。で、私もびっくりしちゃってさ、いや、返すよって話になって、結局ね、手数料を取られたんだよね。逆に私がね、だから私は損したんだけど。怖いよね。逆に、おっぱいでかい人トランポリン、ボーンって弾かれるよ。なんつうのかな。こう揺れが伝わるっていうかさ、トランポリンのね、台座と。こっち側から行ったらボヨーンってね、こう上がる感じ。でもね、おっぱいでかい人一番痛いのは、ダッシュするとき。私結構ね、ダッシュすると痛いんだよ。おっぱいでかい人の悩みなんだけど、こうやってね、こう揺れるんで、おっぱいがね。それが、こう、なんつうの、肉離れっていうかさ、なんかすっげえ痛いんで、こう、こうなんか、ダッシュするとね。うん。おっぱいでかい人だったらわかると思うんだけど、すっごいね、ここがつるっていうかね、その後ね、痛いな、みたいな。いや、ブラジャーしててもでかい人揺れるんだよ。もうどうしても揺れるの。ちっちゃい人だったらピタってなんだけど、おっぱいでかい人はもう絶対に揺れんで、ブラジャーしててもこうやってる。いや、スポーラーとかしててもあれなの？ん？今貧乳でしょ？コメントしてんの。これは、うんうんってわかるわかるって言ってる人は胸がでかい人だよ。ね、D カップ以上。ね、D とか E とかそんぐらいのレベルだな。ああ。そうだ。共感できるお相撲さんいます。今、相撲取りの話してるわけじゃないの。バカじゃねえの。ね。東、海の山、西。なんたら、ちょっとわかんないけど、ね、行事がわかんないけど。ね、気をつけてくださいって。奈々ちゃんの胸掴んだ時でかかったでしょ？結構胸揉まれんね、私。これのどこが女の？お前の顔に言われたくないね、アキナ、おい。こら。おい、アキナ出てこい、おい。こら。名前切ってんじゃねえよ、本当に。私ね、本当にあなたのこと嫌いだから。コメントしないでくれる？本当に。え？何がアキナだよ。ね、中森の秋中っつんだよ、ほんとにね。不倫で名前が。え？語るんじゃねえよって感じ。いや、キモいじゃないでしょ。お前の方がキモいよね、私に粘着してね。いろいろいるんだよ、私に粘着質の人ね。私がいなくなったらどうすんの？ねえ、他の人に粘着すんの？ねえ、私に何を求めてるわけ、あなたは。あ、困る？私は困んないもん、アキナちゃんがいなくても。ごめんね。あなたは私がいなくて困ると思うけど、私はアキナがいなくても困んない。ええ、ごめんね。本当に。ファンチなの？わかんない。わかんないけど、私はよく、この人のコメントにカチンとするの。知ってんだよね、私がこうカチンとするコメントの、なんつうのかな、ワードみたいの。研究してるよね、だね。え？堂々としてていいじゃん、逆に。
言わないよりは言ってくれた方がいいけどね。うん。昔から見てるかな？どんぐらい見てんで言ってごらん。何年だよ。いつ？何月何日何曜日？何時何分から見てんの？それから何年経って、今ね、何年目？うん？メモリー、記念日は。記念日な、何年経ったんだよ、本当に。私との記念日は。性格悪い。いや、帰ってこない。記念日何年なの、今年の。そんなさ、ね、たかが1年とか2年とか見てね、昔から見てるとかふざけんなよって感じだよね。ここのね、みんなね、ねえ、閲覧3人の時から見てる人とかもいるんだよ。ふざけんなって何子さんぶってんだよって感じだよ。なあ、私たちの方がもっと奈々ちゃん見てるってほら言った方がいいよ。出てこい！ほら！なあ、子さん勢出てこい。JBA の皆さん、ほら！早く出てこい。おいおいおい！ほら、出てこい。はい、ノーデン出てこい、ノーデン。ちょ、1年とかにね、黙っとけっつってんね。今、子さんを、子さんと話す時間だっつってんね。1年にね、ふざけんなっつうの。5年、6年、7年と話してんね、今は。あ、でも懐かしい名前がいっぱいいるね。はい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 。あー、見たことあるね。あー、いるね、いるね、いるね。はいはいはい。見たことあるね。やっぱ覚えてんね。昔の人とかね。最近の人はね、人増えすぎて、目立つ人は覚えてるけどね、そんなにコメントしない人とか覚えられないね。ご飯行くだけで5万円渡すおじさんがいるの。って言いながら私もね、昔もらったことあるんだよ。高校生の時にご飯行くだけで5万円もらったね。それで携帯買ったんだけど。これさ、美味しい牛乳って書いてあるけど、そんなに美味しくないよね。私いつもこれ買う時思うんだけど、なんかパッケージ詐欺っていうかさ、そんなに美味しくないよね。なんか普通だよね。牛乳でもさ、美味しい牛乳、あとなんだっけ、酪農牛乳とか、まじ、あのオレンジ色のやつ。あと、メジャーなのなんだろうな。メグミルクか。ね。これは明治なんだけど、メグミルクはもともとあれでしょ？問題があって名前変わったけどね。これなんかマックの、なんかサラダ。これなんかごまドレッシングみたいなついてるな。これでも高いんで300円ぐらいすんだよね、これね。結構ぼったくりじゃない？マックのサラダって。360円だっけな、確か。いつ買ったやつ？そういう質問は受け付けません。いつ買っただの、なんだのってね。そういうの受け付けません。いや、昨日ね、どうしてもね、なんかお腹空いちゃって、夜の7時ぐらいにウーバー頼んじゃったんだよ。これあれね、今話題の昨日買ったやつ、ファミマザクリーム。これはさ、こないだ私気づいたんだけど、ね、今まではこうやってたんだよ。これをね、画期的なアイデアを思いついたの。こうやるんすよ。そうするとはみ出ないし、ね、シャカシャまんべんなくこうやって行き渡るしよ。これすごいよね。え、これが普通なの？私最近気づいたんだよ、この方法に。あ、これ普通なんすか？いや、わざとらしいしじゃなくて。だって私が振ってるとこ見たことある。いつも、ねえ、スキヤとかでもガチャ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 かき混ぜてんじゃん。いただきまーす。うん。やっぱ300円の割には、まあ、いいんじゃない？値段相応の味だね。
牛乳が溢れてくる。たくさん。なんでこれ溢れてくるの？こっかな。でも朝の牛乳っていいかもね。一杯ぐらい。コーヒーより牛乳の方がなんか落ち着くな。これがホットミルクだったらなおさらいいかもね。いや、こういうね、サラダは、そうなんですよ。工場とかで作ってるかな、加工されてるわけよね。野菜を食べるんだったら、もう、スーパーとかに並んでるさ、まんまのサラダの方がいい。こういうものはね、あんまりよろしくない。栄養もないしね。ほぼほぼ栄養がないと思った方がいい。やっぱりほら、虫とかさ、つかないように何回も何回も洗われてるわけよ。大量の水とかでさ。野菜つうのはお水につければね、もう栄養素がなくなっちゃうんだよ。洗えば洗うほどね。生野菜とか、温野菜とかの方が栄養はね、摂取できると。いや、保存料は入ってないけど、作る過程でほら農薬とかも使ってるしね、虫が寄ってこないように。ね。農薬も使ってるし、あと、まあ、工場で使ってる水とかもさ、何なのかわかんないじゃん、ぶっちゃけさ。しかもマクドナルドでしょ？大量にあるやん。消毒とかつける可能性もあるし。そんなん言ったらジャンクフード毎日食べてる方が怖い。でも、どうなんだろうね。やっぱ自炊の方がいいのかな、外食より。どうなんだろう。自炊でもメニューが悪かったらやっぱり体に悪いんじゃないの。そういうことでしょ。ちゃんとカロリー計算したりとかバランス良い食事を取らないと自炊でも結構危ないよねって話ね。ね。ただ中にはね、マクドナルドビッグマックだけ食べてるし、食べてて生活してる人もいるんだよね。30年間毎日ビッグマック食べてる人とか。ね。それね、別に健康でね、病気にもならずに普通に健康に過ごしてる人とかね。ね。みんなが知ってるさ、投資家のウォーレン・バフェットっていう人がいるんだけど、その人は、なんかハンバーガーが好きで、毎日ハンバーガーを食べるんだって、めちゃくちゃ金持ちなんだよ。すんげえ金持ちなんだけど、何兆円、何百兆円って持ってる人なんだけどな。何十兆円か。めちゃくちゃ偏食で有名でさ、そのウォーレン・バフェットってね。そんな高いご飯とかも食べない、もうジャンクフードが大好きみたいな。そう、コーラも好きでね。だ、結構お金持ちの人って偏食が多いんだよね。半端ない。スーパー金持ちって、なんかもう、こだわりがすごくてね、偏食で、例えば、ハンバーガーしか食べないとか、お団子しか食べないとかさ。そうだよね。トランプ大統領もそうだよ。そうなんだよ。で、結構ブー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 ね、そういうの、食べ物がどうのこうの言ってるのは貧乏人が多いよね。言い方悪いけど。なんか、ちょこちょこね、計算したりとかさ、こま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 とやってる人は、ね、ジョリさん、何でも知ってる人聞いてごらん。何でも私言えるんでね。ん？歩くウィキペディアって言われてるからさ、
何でも質問に答えられますよ。うん、ジョリさんの脳みそはね、1からね、B まで話せるから。イーロン・マスクのツイッター買収についていいんじゃないですか。それ昨日話したけどね。うん。いいんじゃないですか、買収しても。SNS に目をつけてるってことでしょ、イーロンちゃんは。たださ、イーロン・マスクってさ、めちゃくちゃいろんなことしてんだよね。車だけじゃなくて。今の時代ってソフトバンクもそうだけど、いろんな会社をさ、買収するっていうか、投資したりとかするじゃん。ただそういう未来人とか、神様とか宇宙人っていうのは、その周波数をね、変えることができない。たまに変えて、みんなの前に現れてね、ニュースになったりとかするじゃん。ね？ね、少女と三人の前に現れて、何十万人の前でね、パフォーマンスをしたね、神様もいたし、それで予言残してね、バチカンが今ね、秘密にしてるね、ファティマの予言っていうのがあるけど、ファティマの予言ってあるんだよ。三つ目はね、まだ公開されてないの。ね、第一次世界大戦、第二次世界大戦の予言をしてて、三番目は隠されてる。で、発表されたんだけど、それは嘘じゃないかと。本当の予言は隠されてるっていうね。うん。いや、めちゃくちゃ有名な何十万人が奇跡を見たんだから。最初はね、三人の前に、ね、天使が現れたの。それで、今度何月何日に、ここに来てねってね、子供たちに言って、子供たちが行ったら、光とかを見せられたんだよ。それで、大人たちが大騒ぎ、かなえちゃんお茶ばかりがと、いえいえ、子供たちが大騒ぎ、ね、そんなもん見たからって大人が大騒ぎになって、今度は100人になったりとかしたんだよね。そしたら100人の前で、ね、急になんか光の物体がね、目の前で、文字を書いたとかさ。ね。それで最終的にね、10万人とかになった。10万人がいる前で、空から紙、なんかね、降りてきたんだよね。ドーンってさ。ほんで、最後の予言をね、告げたんだよ。これがファティマの予言って言うんだけど、もう、それはもうニュースにもなったの。新聞とかにも載ってるし、ファティマの奇跡って言ってね。すごいね。ファティマ。これは本当の話ね。陰謀論とかじゃなくて何十万人が見た奇跡の。それね、バチカンが、みんな知ってる？バチカンって。バチカンがその予言をみんなに見せちゃダメだって言って保管。隠蔽をしたわけ。ね、その子供たちから予言を取り上げて、ね、これは絶対に発表しちゃダメと。こんなもの聞かしちゃダメだと。で、教皇がぶっ倒れたんで、その3番目のね、3番目の予言を聞いて、ぶっ倒れちゃってさ。未だにそのね、3番目のね、話がね、わからないんですよね。どこ情報、ファティマって調べてごらん。え、これめっちゃ有名な話だよね。ドラ猫先生が現れたんだよ。体調は大丈夫ですか、ドラ猫先生。ちょっと電話喋ろっかな。おはようございます。おはようございます。あら、声ちっちゃいかな。あ、聞こえました。先生おはようございます。お久しぶりです。おはようございます。お久しぶりです。体調はどうですか。はい。え？少しは良くなって。はい。もしもし。あ、聞こえますよ。はい、どう。少しは良くなりましたね。はい。どうしてお休みしてたんですか？アンチのもう嫌がらせで。アンチの嫌がらせ。苦し
はい、苦しんじゃったんですよ。いろんな実害にあって。実害が出たの、ついに。はい。何ですか、実害って。もう祝電は当たり前のように入るわ。家にコンビニまで、あ、コンビニ後つけられる。行政機関とかあちこちにもう祝電入るわ。あー、先生が通ってるとこっていうか、あれかな、お世話になってるとこに。はい。そこに何て言われるの？なんて電話が来るんだろう。まあ内容はちょっとあるんですけど。あ、そうか、そのお国の人も見てるかもしれないね。はい。それは、そうなってますよ。はい。それはちょっと困りましたね、先生ね。はい。前々から結構あったんですか、そういうの。そんなことなかなかなかったです。このツイキャスに移行してから、うん、結構いたずらが多くなって、もう住所は完全に特定されちゃってるんで。ああ、ヨギママにやられてると。あとヨギママさんにやられたわけじゃないんですけど、はい。住所、うん、完全に特定されちゃったんですよ。はい。あらららら。なんで特定されちゃったんだ。どうやってやられたのかが分かんないんですよね。私がもしかして遊びに行ったからかな。それで過激化しちゃったの。そういうわけではない。その前かな。それではない、うん。それではないと思います。もうそれ以前に特定されたんですよ。ああ、そうなんだ。特定して何したいんだよね。はい。で、バレちゃったから。私なんて出前まで頼まれましたからね。ああ、よくある手口ですね、それね。はい。それはお金毎回払ってんですか、はい、出前は。断って帰れって言って怒鳴りつけて。精神的にやられるよ、そんな毎日出前とか警察とか、しかもね、国の方にも。警察も4回呼ばれたんですよ、配信中に。配信中に？はい。うん、それはもう明らかになるね、あれですよね。なんつうんだろう、はい、そう、警察の場合、公務執行妨害になるのかな、迷惑行為。なんかやたらにうるさいからとか、怒号がうるさいからとか、言われて。でも実際、騒音はあるじゃないですか。私、ドラ猫先生の怒鳴り声を聞いたことあるけど、結構うるさいっすよね。はい。はい、それは近所の人が呼んでるってことはないのかな。近所の人は呼ばないですね、まず。いや、わかんない。意外と敵は。私の家は、お付き合いいい人ばっかりなんで。あ、お付き合いは、でもさ、近所でもお付き合い良くても、はい、裏では警察呼ぶ人とかいるからね、そういう。ご近所さんって結構ね、難しいとこね。はい。ましてや団地で響く。そもそも、うるさかったら、うん。うるさいよって言ってくるじゃないですか、普通に考えたって。あ、まあそうですよ。まあ言えない人はね、警察呼ぶんだよ。そういう、直接言えない人はそうなんだよね。はい。表では仲良くしてるけど、裏で、ね、やっぱ、やーってなって、警察呼んだりとかする人もいるんで。あ、本当ですか。うん。はい。結構ね、はい、そういうので、近隣トラブルになる人多いんですよね。ああ、なるほど。先生、あれじゃね、引っ越しするやん。はい。でも、そんなに簡単に引っ越しはできないのかな、行政のあれもあるし。まあ、その前に財力ですよ。え？財力、つまりお金。ああ。お金がないかな。でも、あれじゃないか、はい、引っ越したいと言えば、引っ越させてくれるんじゃないかな。ああいう。簡単にはできないんですって。あ、できないんだ。そういう近隣トラブルとかあったとしても。はい、もう、今は、今度、あれですよ。配信しても、配信したとしたら、もうほとんど配信のお金でしかもう出なくなっちゃったんで。あー、その収入といただけるもののバランスってことですか？はい、もう配信のその実績がここをずっと良くなってるから。あ、それで。という意味合いで。
ああ、じゃあそのうち打ち切られる可能性もあるんですかね。はい、それはないか、生涯の方だから。もう切られます。え？間違いなく。80万円に達したら。でも先生ってあれじゃない、生活保護じゃなくて、障害者の方じゃなかったっけ？障害者って。いや、違います。障害者年金は私、保険料若い頃踏み倒して。え？もらえないです。あ、年金の方ね。はい。あ、じゃあ生活保護をいただいてるんですか、今。もう、それ一つですね。あ、はい、あ、そっか。それで、障害者手帳持ってるってことか。はい。プラス。だから、障害者手帳は結局、診断書の一つとしかならな、診断書の一つにしかならないんですよね。うん。だから、無意味なんですよ。手帳持ってても、診断書っていうだけで。じゃ、例えば生活保護が打ち切られたとして、等級が3級だろうが2級だろうが1級だろうがっていうのは関係ないんですよ、うん、あ、そうなんだ。具合が悪いですよっていうアピールみたいなもんなんで。打ち切られちゃうと大変ね、先生。配信で稼ぐしかないね、イエイエイしてね。そうです。だからもう朝はもうふわっちやったりして、夜はまあツイキャスをやっていくっていう形になるかと思うんですけど。あ、もうそういうふうにシフトね。そういう前提でやるってことですね。はい。はい、うんこしてる？何今のと。先生、トイレ？今、おしっこです。はい。おしっこしてんの今。おしっこ終わりました。はい。失礼しました。はい。今、おならした？ちょっとガス出ちゃいましたね。はい。立ってやっ。あ？女性はもうほとんど座ってやるじゃないですか。はいはい。先生はどっちで？立つこともできないです。私はもう座ってやります。はい、ああ、先生はね、女性ですもんね、だってね。はい。先生、僕も、はい、うん、ホルモン投与してきたんですけどね。はい。頭、あれです、髪の毛生えてくるからいいんじゃないですか？女性ホルモン多いとね。はい。先生？聞こえますか？あ、聞こえました。なんか電波がいつも悪いみたい。聞こえますか？それは大変なんで、じゃあまた復活するということですか？そうですね。はい。そうなんですか？はい。わかりました。いつから復活なんですか、先生？今日から？はい、5月13日か5月14日です。何ですか？その5月13日っていうのは。5月13日ってあと2週間あんのかな。大復活祭みたいのやるんですか、先生？先生？もしもし。はい、復活祭みたいのやるんですか、イエイエイ祭りとか言って。イエイエイ祭り？うん、やると思いますね。うん、じゃあ私も見させていただきますよ。はい。イエイエイ祭りはね。はい。ヨギさんも言ってたんですけど、うん、今度先生の家でナナさんと私とヨギさんで会いましょうっていうラインも来てました。なんであの人は人を巻き込むんだろうね。私そんな話してないんですけど、実際。はい。二人で会えばいいんじゃないですか。はい、私入れないの。はい。二人で会えば。別に。はい。私はこの間ね、先生ん家行ったんで。二人の落ち着いて喋れるんじゃない？来てますよ。え？はい、先生？またいつか、これ、あ、もしもし？はい。また、コラボしてくれっていう要望もメールで来ますね。何か。あ、私と先生がってことね。企画配信やってって。じゃあ、それは二人でやりましょうよ、またね。奈々さんが、うちに来て。うん。
別に二重のコラボやってくださいって言ってる。はい、あ、そうだね。二重のコラボにヨギママいらないんで、三、はい、人でやる必要ないかなと。それはそっちで二人でやって、はい、私とは二人でやりましょうよ、はい、先生。はい。ね。はい。はい。じゃあ、お大事にって言い方おかしいな。気をつけて先生、はい、じゃあ復活15日なんですね。多分5月13日あたりだと思います。はい。あ、わかりました。楽しみにしてまーす。はい。火事のことがあるんで。火事？その時間に間に合えば、家庭の仕事？ああ、準備があるってことですね、お家の。洗濯したりとか、うち洗濯機が二層式洗濯機なんですよ。全自動じゃないんで、手で、操作しなきゃいけないんで、その時間が長いんですよ。はい、汚れ取れるし、二層式の方が。粉石鹸との相性も抜群ですよね。私は液体石鹸使ってるんだけど。粉の方がいいですよ、二層式は。あ、本当ですか。うん。はい。はい。そうなんですよね。二層式しか置けないんですよ、あの広さだと。二層式の方がね、落ちやすいですよ、汚れも。安いしね。あれも、はい、実は言うと、リスナーのアイテムで買ったんですよ。え、最近買ったんですか？もう去年の9月ぐらいじゃなかったかな。どこのメーカーだろう。メーカーはなんか、うん、メーカーはなんかジェネリック家電なんで、うん、どこだかちょっと分かんないんですけど、はい、ちょうど2万円分で、はい、買いました。はい、もしもし、はい、もしもし、もしもし、聞こえますか。あれ電波悪いっすね。もしもし、もしもし、聞こえますか。あ、先生ごめんなさい、今おトイレで、おトイレしてました。ああ、なるほど。はい、ジェネリック家電っていうのがあるんだ。はい、その何、無名でちょっと安いやつをジェネリックって言うんですか、お薬みたいな。大手の電化製品で、うん、売れなかったのを、それをなんか、さらにどっかのメーカーが開発して売るっていうのが、ええ、そうなんですね。先生も買い物上手だしね。いや、大したことはないですよ。メルカリで買った、ほとんど買い物はメルカリで買ってるもんですから。そうです。メルカリで買ってんだ。はい。そうですね。有店舗は高いから、メルカリにしてるんですよ。はい。何の話をしてるの、先生。ちょっと。先生ったらまた、お茶目なんだかな。はい。先生ってお茶目ですよね。前から私気づいてたんだけど。はい。お茶目ですよ。よく言われないんですか、お茶目って。ブー。はい。ブーって何？そうですね。はい。そっか。じゃあ先生のね、コラージュ写真も募集してるんでね、今日ね。もし先生のコラージュ写真送られてきたら私、転送しますね。あ、はい。よろしくお願いします。ね。はい、ありがとう、はい、先生、まあ落ち込まないように復活待ってますね。そうですね、うん、私も奈々さんがね、これだけの閲覧数あるので頑張りたいなと思います。はい。何の話、はい、え、どういうことですか、はい、先生。わかりました。アンチに負けないように、あ、そういうことね、うん、はい、うん、頑張りましょう。はい。負けない。頑張りましょう。お互いに。うん、はい。じゃ一緒にやりますか、最後に。はい。朝帰りやりますか、一緒に。一緒にやろう、先生、はい、じゃん。はい。せーの。嬉しい。嬉しい。恥ずかしい。朝帰り。
不安言い訳、イエイイエイ、よいしょてな感じで、じゃあ一発目いきますか。一発目こちらでございます。これ何、これもう低クオリティすぎだよねこれね。なんだろうこれ、雑すぎるわ本当に。ちょっとなんかもう顔が変形しちゃってるしね。いやいいね、いい、ウマ娘っていうとね着眼点はいいんですけど、流行ってる。ただこれ誰ってなるじゃん、誰って。私の顔だって分かんない人もいるでしょ、ほんと雑すぎる。いや、しんやくんとかじゃなくて。で、じゃあ次ね。はい、じゃあこちら。これは何だろうね、これまた私、これ何だろうね、これね。こちらは。これ何、沢田研二ザベスト10って不倫だよ、時代が。沢田研二なのこれ、ジュリーをかけたみたいなね。ていうか帽子が雑すぎるよね。顔がほとんど見えてないじゃん。認識不可能って感じ。で、肌のトーンが合ってないんで、首とね、顔のトーンが合ってない。ここを合わせましょうよって感じ。いや、これいいの。で、こちら、次の作品でございますね。これは何？明るい家庭でね。まあいいんじゃないですかね。たださ、なんかこんな家族いたら気持ち悪いよね。子供がブサイクじゃない？いや、私と小前くんはなんかめっちゃ合ってるけどね。ヨギママがちょっと、なんつうの、邪魔っていうかさ。なんでこの歳にメガネかけてんのみたいな。じゃあこっちな。何これ。これってさ、ま、これマルコスちゃん、マルコスちゃんに打ち上げられてんの私が。これいいんじゃないのこれ。これさ、本当は何、でっかい魚かなんかを打ち上げられたってことかな。その魚の半分を切り取って私と合成してる。なんか、でも違和感ないよね。結構すごいね、これね。結構クオリティ高くない？なんか本当に捕まえたみたいなさ。でさ、エピソードも伝わってくるよね。なんかこう、人魚姫を、人魚を捕まえちゃったみたいなさ。ね、マルコスちゃんが。YouTube で撮影してたら人魚を捕まえましたみたいなさ。タイトルもなんか決まってくるよね。いや、化け物じゃん。人魚伝説みたいな感じでしょ？こっちなんか、ちょっと。何これ気持ち悪い。これは何だろうね。これさ、なんか ET じゃない？あ、ドラ猫先生が乗ってんじゃん。カゴにドラ猫先生で、私が漕いでて、後ろにヒデママとヨギママを追っかけてるみたいな。すごい、なんか、チンドン屋みたいな雰囲気があるけどさ。これ ET だね。ET っていうさ、昔映画があって、それのオマージュっていうかね、ET チャリにしようかな。これいい？こちらで、次の作品。何これ？気持ち悪い。これって何？リューチェルなの？なんかさ、聖司くんに見えない。いや、うまいんだけど、なんか、クレイジーパビオ聖司くんに。臭そうってのに。臭くはないし。でもさ、このさ、境目やばくない？めっちゃうまくない？この人。すごいよね、この合成技術っていうの？コラージュ技術すごいよね。こういう人が本当にいそうな感じで、違和感ないよね、全然ね。雑じゃないんだよ。雑コラなんだけど、雑じゃないんだよね。あの、照明の当たり方もうまいね。照明の当たり方が、なんか、ぽいっていうかさ、こうね、写真と合ってるっていうか。ね、
じゃあこちらリューチェル、で次こちらです。気持ち悪い。なんだろうこれ、マジなんだろうこれ。令和って感じだね。これはあれじゃない、スガちゃんかな、令和の発表の時ね。うん、平成はさ、小渕だったけど、ね、令和の時は菅ちゃんだよね。確か、官房長官かなんかが発表するんだよね、いつもね。うん。官房長官の役目だよね、確かね。ガース気持ち。あ、でもなんか、女性的な感じはしないね。これ絶対男性だよね。なんとなくわかる。女の雑さじゃないんだよね。男のなんか熱意を感じるわ。ね、雑でいいよね。コンセプトに合ってるね。じゃあこちら。どうだろうね。これ何なんだろうこれ。これって何？あ、イカゲーム。イカゲームの、あれか、悪いやつか。ちょっとね、リーダーみたいな、悪い方のリーダーの方かな。ボスの方だよね、あの、ヤクザかなんか、なんか、チンピラみたいな。じゃ、デブの人じゃないでしょ、これ。あ、なんか原型がこれだね。何、これが原型だって。これが元？だってさ、ここはさ、私じゃないんで、ヨギママで作んないと。だろ？ここはヨギママの、絶対ヨギママの方が顔似てんじゃん。私より。そうでしょ。だろ、惜しいなぁ。じゃあこれみんな受けするんじゃない？こちら。はい、ゲゲゲの鬼太郎ということでね。こちらの作品。ウィーンと見ていくよ。これは何？いろんな人がいるのかな？真ん中誰って感じ。あ、ひどんなちゃんとかいるね。ひどんなちゃん、ふじみちゃん。で、この間ファッションショーのルカママに、ここにヨギママがいると。ちょっと雑すぎじゃね？真ん中は、なんかそのまんまでしょ。多分、ゲゲゲの鬼太郎の実写版ってことでしょ、これ。ねえ。なんか真ん中は、ウエンツエイジだ。ねえ、ウエンツエイジ、これはそのまんまだと思うよ。っていうかね、ここが雑、わかるよ、この矢印みたいな、これがもう気になっちゃってしょうがないね、私ね。これ雑だろ、この矢印ね。スクショ取ってそのまんまね、切り残しみたいなさ、これ雑だ。次、何これ、何なのこれ、顔のバランスおかしくない？めっちゃおかしいよね。顔でかすぎじゃない？もうちょっと削ってほしかったね。いや、モナリザなのわかるけど、モナリザの顔の大きさと私の顔の大きさは全然違うんで、バランスをちゃんと取ってくんないって感じ。ここまで綺麗にやったらね。ねえ、なんか違和感があるよね。いや、こんなもんじゃないでしょ。モナリザこんな顔でかくないでしょ。ねえ、ちょうどいい。こちらの作品ですね。気持ち悪いんだけど、マジで。こういうのあるよね。昔の2チャンネルとかにあったもん、こういう雑なやつ。アイドルの顔とね、こういうエッチなの。でもなんかこの、まあ、コンセプトはあってんね。うん、ドラ猫。ドラ猫発情でいいや、題名。もともとはブナマヨちゃんの写真で、ね、私が撮ったやつね。ただね、もう一個来てんでね、これ二個来てんだけど、もう一つがこちら。ね、これ。気持ち悪い。めっちゃ気持ち悪い。
や、なんか異様に合ってるからウケるよね。いや、次こっちな。これもうひどいなの、これ。何この落ち武者みたいの。これさ、ゴリエかなんかがやってた落ち武者じゃない？ねえ。ゴリエかなんかが。いや、加工してんじゃないかな。眉毛だけ変えてる感じかな。そのまんま。例えばこういうのね。怖い。気持ち悪い。なんか本当にこういう絵ありそうだよね。すごいよね、なんか世界観がね。え？カトリックって感じ。だから聖母マリアの絵でしょ、多分ね。マリア様の絵だと思うんだよ。ね。マリア様の肖像画だと思ったけど。呪われそうだね。これは何？また映画かな？永遠のゼロ。なんかじわじわ来るな、これ。まあ、いいね。センスはいいよね。ここに当て込むってね。顔を当て込んじゃうのセンスいいよね。なんかね。そう。これ。なんかいいよね。これさ、元の写真がめちゃくちゃ良くない？なんか、エモルだっけ？なんだっけ？チルルじゃなくて、なんて言うんだっけ、そう、なんか懐かしいみたいな。エモいよね、なんかね。全体的にエモくない？この写真自体が、もみじがあったりとかさ。いや、さ、こういうさ、昭和のさ、お父さんみたいにいそうじゃない？ねえ、絶対ぶん殴るだろ、この、ね、この旦那は。手出しそうな感じも、なんかじわじわくんだよな。昭和の頑固親父みたいなさ。ね、絶対暴力 DV しそうじゃないこれ。ね。あ、養分嫌いな人多いんだ。へぇー。じゃ次こちら。はいっと。何これ、これなんだろう、原型がわかんないな。なんだろうこれ。あるある探検隊の人、レギュラーか。あるある探検隊。あるある探検隊の人かな。はい、おっぱっぴーだっけ、なんだっけ。で、ヨギママの方がこうやる人で、なんだっけ、名前が全然わかんないんだけど。あ、西川くんがヨギママか。ねえ。なしなし探検隊なの、これ、どう見ても。じゃあ、お次。こちらでーす。ドクターホワイト。何これ？何ドクターホワイトって。発表されないんだよ。何これ？あー、バチュラーね。これは私知ってる。この、なんつうのか、お見合い番組みたいな。アマゾンプライムビデオでさ、バチュラーっていうのがあんだよ。お見合い系みたいな。これなんかすごくない？メンツ。上は私でしょ？これはもうわかるよね。で、うわ、すご！すごいな、このメンツ。バファリン、ナーボー？石川さん、コロコロさん、ヨギママ。ヨギママが入ってんのが自慢だけど。ネゴチョウさん、マティアスくん、ヤミー、コマチくん。で、ワンタロウくん、ヨウブイトウくん、TJ さん、コマイくん、中村くんに、ちょ、直樹兄さん違和感ないね。なんか違和感なくない？本当にこのメンバーみたいな感じだよね。コマイくんの手、なんなのこのホスト崩れみたいな。
で、みずにゃんに野田さんか。これすごいんじゃない？このメンツ。これ結構力作だね、これね。で、このメンバーで私を取り合うみたいな？そういうことかな、これ。いいんじゃない？じゃあ次、こちら。でもさ、ヨギママとさ、なんかハリーポッターの組み合わせってめちゃくちゃ抜群なんだよね。顔がハリーポッターっぽいとかね。後ろって何？後ろがどうしたの？これ何？後ろも加工されてんの？これ。ドラ猫先生がいるの？後ろに。ハリーと、スネイプと、これ誰？元がわかんない。ロンとハーマイオニーかな。ちょっとヨギママのクオリティ高くない？めっちゃなんかまんまじゃない？これ。ね、高いよね。違和感ないよね。これさ、あのさ、お茶飲みながら作ったんでしょ？ JBA の方が。もう明らかにおばちゃんの作品ってわかるよね、これね。こういう世界が。これ、千と千尋だっけ？千と千尋。いや、じわじわ来るけどさ、なんだろうね、これね。このさ、元ってなんなの？この、なんか岩かなんかがあったのかな？猿かなんかの岩じゃなかったっけ、もともと。このシーンって。ねえ。猿風の岩が置いてあって、その横で千尋がびっくりしてるみたいな。ね。まあ、ザ切り抜きって感じだけどね。こちら。これはあれかね、進撃の巨人かな。これ何、両方とも私は見てる。じゃ、画質綺麗すぎなんだけどね、本当にね。気候集。なんかいろんな種類がいるんだっけ、巨人でもさ。大型の巨人、目型の巨人、あとなんだっけ、捕食型とかもいるし、めっちゃ足速いやつもいるしよ。気候種っていうのが本当にあるの。へえ。次これ。ネタバレ禁止ね。はいはい。いや、なんかね、ロバと子供かな？持ってる感じ。じゃあ次、こちら。これなんだ？ドラゴンボールかな？これちょっと雑すぎない？で、相当雑じゃんね、これね。ただ、この、ね、こっちの悟空は私なんだけど、本当にこのコスプレをやった時だよね。これは、あの、顔をいじってないよね。そのまんま私。このね、カメハメハ打ってる。これさ、間に何がいるの？あ、野田さんがいるんだね、ここで。ヨギママの顔怖くない？これ。なんなの？これ目、ひっくり返っちゃってね。めっちゃ怖くない？で、これでね、ヨギママ今言ったけど、後で送ってちょうだいが始まるんだよ。必ずこれをやると、ヨギママが私のね、画像を送ってって言うんだよ。それが一番めんどくさいんでね、チョイスして。送るの。私のね、結構いい作品だからステッカーにしていいとかさ。必ず来るんだよね。これなんかちょっと男っぽいね、作品ね。これは何？オスカル？なんだろうこれ。あ、G アルフィーね。はいはいはい。アルフィン、高見沢と、あとの二人、ちょっとね、名前わかんないけど。
ていうか左おっさんすぎない？こういうおっさんいるよね、なんか金融屋の成金みたいな、その何これ、すごいんだけど、何この世界が、何の写真なのこれ。昭和感すごいね、元が分かんないんだこれね、極妻なんなのこれ、エモい写真でね、かなりね、なんなのこれ、元をさ、元が分かんなさそうなやつは元を教えてほしいよね。みんな休んでると思いますけど、だんだんね。で、こちら、これ何？家族？大きりさん。いや、なんかすごい相性いいね、これね。本当にこの家族いそうだもんね。で、次。これ何これ？これ何 ?13? 何フレディ？なんかいっぱいいるけど。何なのこれ。25周年って書いてあるね、なんかね。マイケル・ジャクソンのスリラーか。のパッケージかなんか。みんな起きてますか？コメント止まってますけど流してくんない？やめる？金出すのこっちだけど。起きてんの？じゃ、秋田じゃなくて、もうバンバン来てんだよね。全部紹介しなきゃいけないんだけど。テンポよくやってんだけどね、こっちもね。出しても送られてくんだよ。これ何？これいいじゃん、浮いてる感じね。じゃあ、飽きたとる。じゃあもう終わり。